さあ今週も始まりました、リエ&太一の会社を伝えるテレビ。この番組では毎週各界で活躍する会社の企業人を迎えして、伝えるをキーワードにお届けしてまいります。小暮さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はファッションです。ファッション、ファッションってね、あんまりみんな考えないと思うんですよ。実はなんか洋服選ぶことをファッションっていう風に呼んでるかもしれないですけど、そうですね、コーディネートとかね、多分ね、全然違う話だと思いますね。楽しみです ね。では今週のゲストをお迎えする前に、まずはこちらをご覧ください。株式会社ビーズインターナショナルは1990年に現在の会長が立ち上げた、アパレルを中心に企画、製造、販売する会社だ。ストリートカルチャーをキーワードに、そこから派生するコンテンツを幅広く事業化、エクストララージ、Xガールなど圧倒的存在感を放つブランドを擁し、若者を中心に多くの人々に支持を受けている。本日は株式会社ビーズインターナショナル代表取締役社長、西方優作様にお越しいただいています。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですが、どういった事業を行っておられるんでしょうか。全国に51店舗を持ち、約200社への卸販売と EC 販売を行うアパレル会社です。御社が直営として。そうですね、北海道から沖縄まで。すごい。こうカジュアル系のものが中心なんですかね。そうですね、当社の場合はカジュアルの中でもストリートカルチャーというものをキーワードに幅広く展開をしております。あ、この水玉ってもしかして。日本を代表する芸術家の草間彌生さんとコラボレーションした商品の、本当だ、余裕草間って書いてる。こういった商品をいっぱい展開させていただきました。他にはこういう、心が躍るものじゃないんですか。だいぶ好きなんですけどね、ドラゴンボールがね、あるわけですよ。そうですね。ビーズインターナショナルが提供するコラボ商品はどのようにして生まれたのだろうか。ストリートシーンにはこうしたアニメやゲームを、なんていうんですかね、いわゆるオタク系の趣味を持っているファンの方が非常に多くて、こうした商品を開発すると、国内のみならず海外からのファッション市場からも非常に高い人気をいただいております。これは、このプーマスウェードが今年生誕50周年ということで、当社が展開するエクストララージのブランドとコラボして開発した商品になります。すごい、なんかすごいコラボです ね。こうしたコラボの商品っていうのも、なかなかそんなに大量に流通させてるわけではないので、人気のキャラクターとかものによってはまたプレミアですとか、はい、貴重なものなんですね。プレミアもついちゃってる商品も多いですね。じゃあ小暮さん、お気に入りの T シャツ当ててみたりしたら。マジ可愛いですね。この色合いがいいね。そうですね、本当で、なんかこう、なかなかちょっと今日のジャケットに合わないけど、白ジャケットとかだったら、ああ、なかなか爽やかで、はい、そうですね、いいですよね。そうですね。やっぱね、こういうふうにこうまた好きなものを身にまとえるっていうのがいいですよね。そうですね。あとは子どもの頃にはなかった商品なので、確かに大人になってある程度お小遣いも増えたこのタイミングで、改めて好きだったアニメの T シャツをお買い上げいただくっていうのもまた贅沢かなと。では会社がお客様に伝えていることについてフリップにお書きいただいています。カルチャーの裏側。これは具体的にはどういった意味合いですか。そうですね、例えばストリートからはさまざまなアートが生まれ、それがカルチャーへと進化します。そうしたストリートシーンから生まれたカルチャーを世の中に紹介するのが当社の役目だと自負しております。例えばストリート系ってニューヨークとかね、そういうイメージありますけど、ああいったものがこうファッションになったりってなりますもんね。そうですね、例えば街中の、ペイント、グラフィティとかっていうのもストリートから生まれてるアートだったりしてます。はい、先ほどご紹介したこちらの商品、草間彌生さんとのコラボレーションなんですけれども、草間彌生さんの、作品のスタイルのルーツもニューヨークのストリートです。あ、そうなんですか。はい、こうして、ニューヨークのストリートから生まれた商品を商品に落とし込んで、こういったような商品の開発を行ってまいりました。ここに込められた思いっていうのはどういったところなんですか。こうした趣味とか
普段触れることのないものの、アートですとか、うん、そういったものを通じて個性を発揮していただけたら我々にとっても幸せだなというふうに思います。では会社が従業員に伝えていることについてもフリップにお書きいただいています。型にとらわれない、うん、型にとらわれないすごく大事なことだと思いますが、具体的にはどんなことをお話しされてますか。今までにないアイデアで提案するようにと伝えております。今から起こす行動っていうのは今までとの違いはあるかどうか、新しい魅力があるのか、それがマーケットの潜在ニーズをついているのか、そういった形で今までとの違いというものを常に意識することで、マーケットのお客様からも常に刺激的な商品という形で受け入れていただけるような努力をしております。提案をちゃんとできたスタッフさんには評価制度でこうプラスな面があるとか、今までとの違いを起こしたスタッフにはその結果問わずプラス評価をする人事制度を整えています。うん、結果が出なかった、うん、評価されなかった、うん、その場合はその会社としてもしくはその担当者はどういうふうに考えるべきなんですか。たとえそれが結果が出なかったとしても今までとの違いという点がしっかりと明確になっているのであれば、その点をナイストライってもう手を叩くんですね。ナイストライっていうふうに手を叩いて常にチャレンジがしやすいような環境づくりを整えております。ね、じゃあそれだったら言いやすいですね。そうですね、なんかこう、うん、多くの大企業っていうと失礼ですけれども、でも多くの大企業はなんか新しいことやれって言って新しいこと出すとお前勝手にそんなことやんなっていうふうに潰すんですよね。うんうん、それがそのナイストライっていう言葉はすごくいい言葉ですね。たくさんお話を伺ってまいりましたが、さらに深掘りをしたいキーワードございますか。はい、深掘りしたいキーワードはダイバーシティです。ダイバーシティ、このキーワードについて新田さんによる考察を聞いてみましょう。ネットメディア編集長新田哲司が深掘りキーワードをもとに会社とその業界を解説する。アゴラ編集長の新田です。今回の深掘りキーワードはダイバーシティ。ダイバーシティ、その多様性という言葉ですけども、最近はそのビジネスにおいてもダイバーシティ経営というような形で注目されています。これは経済産業省の定義ではダイバーシティ経営というのは、多様な人材を生かしその能力が最大限発揮できる機会を提供することでイノベーションを生み出し価値創造につなげている経営のことを指します。でそのつまりこれ福利厚生とかCSR 企業の社会的責任ということという形ではなくだけではなくて、その経営戦略の一環として人材をしっかり活用して、本気で競争に打ち勝つ、そういう経営のことを、まさに指しているわけですね。でその具体的にはその女性とかお年寄りとかあるいは障害者の方々の力も活用することです。で特にそのファッション業界というのは男性向け商品であっても、女性のセンスだとかお客様への提案力というのはこれは男性にないものがあると思いますので、やはりその優秀なスタッフが出産とか子育てを経ても、仕事と両立しやすくすることというのがこれはポイントになると思います。あとそれからストリートファッションというのは結構そのバックボーンとなっているそのカルチャーの部分というかまさにダイバーシティが鍵になりますよね。で今回小暮さんが大好きなドラゴンボールとのコラボレーションというのを拝見してみて思ったんですけども、この主人公の孫悟空だけではなくて、魔人ブーとかピッコロベジータといった悪役にも魅力があるキャラクターがいるのがこれが人気の秘訣だと思いますが、この辺もまさにドラゴンボールもまさに、ダイバーシティの強みというのが魅力だと思います。でこのまさにこれはビーズインターナショナルさんの世界観とぴったりなのではないでしょうか。以上同じくドラゴンボール世代の考察でした。新田さんありがとうございました。さてダイバーシティというキーワードを選ばれたのはなぜなんでしょうか。最近働き方改革というものが非常に注目されていると思うんですけれども、当社ではそれ以前から女性が活躍しやすいという職場環境づくりを整えてまいりました。具体的には女性スタッフの管理職登用を積極的に行い、情報発信の幅を広げています。その結果女性の管理職比率が 33% という水準に達しております。また育休・産休からの復職率も 93% という高い水準を誇っております。これからなんですけれども、海外発信を強化するという観点において外国人スタッフの雇用も積極的に開始しており、こうした背景からダイバーシティというキーワードを選ばせていただきました。これまでいろんなお話を伺ってきましたけれども、お客様や従業員の方に伝えることの原点になった座右の書をご紹介ください。こちらのもう物は売らない
結構ビビってくるタイトルですね。そうですね。そうですね。これはどういう内容の本ですか？著者の方は元コカ・コーラの世界統括マーケティングダイレクターの方で、うん、になります。で、私は普段日頃から参考になった本というのはスタッフに貸し出ししているんですけれども、うん、物を売るのではなくカルチャーを発信するという点において、うん、マーケティングの観点からヒントを与えてくれる本として、ここ最近一番スタッフから評判が良かったので、こちらの本を選ばせていただきました。なるほど。カルチャーを発信することで、そういう空気を作り、最終的にその空気に浸っている人たちがそのものを買うっていう感じなんですかね。物を売るということがゴールではない。物が売れるというのは、最終的に支持をいただいた結果であって、その前のカルチャーを発信するというところに時間を割いて、さまざまな商品の開発、はい、PR 活動をやっています。いろいろお話を伺いましたが、小暮さんいかがでしたでしょうか？好きなことってなんだっけっていう、こういうのって良くないっていう、すごい前段階の話を今ずっと聞かされてた気がしてて、僕の中でずっとそのなんかメッセージが流れていて、うん、で社長と話しててもこの素材の話って出てこないじゃないですか。そうです ね, ね、アイデンティティというかイデオロギーというか、はい、そういう意味でのファッション、うん、そういう捉え方をなんか僕の方ができたような気がした。本当にやっぱカルチャーを発信していただいているのがよくわかりますよ ね, なんかねちょっと楽しいですねこれねでも本来そういうものだったのかもしれないですね、うん、なぜそういうものが生まれたのかっていうそのルーツをしっかり知ることで、そのもの自体の価値がより深まって理解できる、うん、これは世界的に広まってほしいなと思います、ね、本当にそう思います、うん、本日のゲストは株式会社ビーズインターナショナル代表取締役社長西方雄作様でした。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ホリプレゼンツ求人忍三郎が行く。私堀こと求人忍三郎が毎回さまざまな創作依頼を受け解決していきます。毎週金曜夜10時15分から放送中です。ぶっちゃけ見ろやナイツのヒット商品会議室。ヒット商品請負人ご存知ナイツが御社の商品を全力でプロデュース。番組から生まれるヒット商品見逃すな。見てね。なんですかこのポーズは。何気に、うん、明日から10月ですね。そうですね。早いですね、時間が流れるのは。もうだってこの番組始まって去年の9月から始まったから、そうです。もう1年しれっと超えていましたね。拍手拍手ってありがとうございます。皆様のおかげです。そしてスポンサーの皆様のおかげです。ありがとうございます。あっという間な感じですけど。本当です。なんか視聴者の皆さんにも気に入っていただけたようで続いておりますので、うん、本当にありがたい限りです、ね、前回の放送で人生100年時代みたいな話が出てきましたけれども、はい、この番組も人生100年あと60年ぐらいは続けば、ね、まあ、私たちも変わってるかもしれないけど、ねうんね、そんな感じで感じでこれからもよろしくお願いいたしますね。ぜひよろしくお願いします、はい、ということでまた来週でございます、はい、皆さんまた来週です、ね、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。また来週。